おはようございます。おはようございます。開幕近づいてきましたか？結構昨日解説一緒だったんですよね。はい、僕はダゾーンでやらせて、僕たちとラジオで。ラジオどうでしたか？なかなかやっぱ難しいですね。ピッチャーがセット入ったら喋らないようにしないといけないし、同じ心持ちだとちょっと違う、手法でね、もっと黙るタイミングはもっと端的に言わないといけないなっていう感じで、はい、僕も勉強になりました。ラジオ長々と説明する間がないもんね。ないです、はい、いやでいよいよ開幕も近づいてまいりまして、はい、もうそろそろもう神宮での決戦が近づいてきまして、はい、昨年最下位争いをですね、下2チームで。そうですね、5位かなと思う。どういう気持ちでいたんですか、心持ちは、あの時。いやせめて5位にはなりたいですよ、もちろん。いやもう下の方は一緒って言うかもしれないですけど、やっぱりやってる方としては。スポーツニュースのあのネットのね、スポナビみたいので見てて。僕も見てました。ちょっと途中目切りましたもん。あ、よし、勝ったじゃない。そうなんです。でなんか最終確認したらとんでもないね。そう、スタメンの予想ですね、はい、お二人にお伺いしていきたいなと思うんですけれども、はい、じゃあまあ想定サイスニードぐらいと想定して右ピッチャーということで。サイスニードです。サイスニードピッチャー。サイスニードはどういう印象なんですか？サイスニードは結構やられてるか、抑えられてる印象は強いですね。要所でなんかね、馬力のあるボール来る、うん、粘るピッチングを、うん、あれこのままなんか崩れるかなと思ってランナー出しても、そう踏ん張るもんね、うん、サイスニードは去年は、一昨年が多分頑張った。いや結構やられたんじゃなかったかな。8試合登板されてますね。結構、24試合かな、うん、ぐらいだとして、24か25で、3年生に1回は必ず来てる感じですね。それはやっぱチームとしては相性がいいと思ってる。多分そう思われてるんだろうなと思いますけどね。でも一応結果は4勝4敗で。頑張ったんです、ね、頑張ってるんですね、去年は。意外とあの体大きい割に細かいことちゃんとできるし、牽制も普通にできるしっていうことでいいピッチャーですよね。一番じゃあじゃんけんでいきましょう。最初はグー、じゃんけんほい、しょ。どちらですか？僕は高校で。おー、これは岡林がいけるんであれば、いけるバージョンで、いないバージョンで、オッケー。シーズンに向けてのはい。いないバージョンでちょっと撮ってみます。岡林さんだとやっぱ岡林さんから始まりがちになるんで、はい、今日は別のバージョンで。僕は岡林間に合わないと踏んでます。うん、だから岡林、僕はもともと岡林抜きのオーダーを考えてます。すごいの、真剣に当てに勝つためのね、勝つためですね。当てるじゃないですね。秀則さんがベストオーダーです。僕前回の野球一家のイベント12月頃でしたよね。はい、あの時ね、今年の注目選手ちゃんと言ってましたけども、今注目されてますから。さすがですね。よく見てますね、1年間やっぱり評論家されたら。どれだけノック打ったかっていう。まあ、そういうことですね。いいです。じゃあ分かりました。1番。はい。僕は、三好で。どこ守らせます？はい。どこ守らせます？センター。そうでしょ？岡林が怪我した時、センターに代わりに入る人誰だって言いましたっけ？あ。でしょ？お。あ。これ見てください。誰か言ってました？でしょ？ちゃんと。岡林怪我した時期でもセンター守る人って、オスドラゴンズなんか見渡しても、該当者なんか三好ぐらいしかいないんですよ。で、バッティングはね、結構頑張ってこう来てるし、本当にいい感じで来たら、僕も一番三好です。あ、岡林になった。三好だった。未だにこっちで行っちゃう。三好、どこ守らせますか？センターで行きますか？はい、本当はあれですよ、センターですよね。うん、岡林がいても三好センターですよ、ね、うん、僕は言ってます。いいプレーも出てるんじゃないです、オープン戦で。そうっす、ね、何個かどうです、盗塁もできてますからね。できてますね。ただ昨日はちょっと差し込まれた感が、準備できてない感があったんですけど、青柳の時も塁出てなんで走んないのって昨日聞いたんですけど、まあ、それサインにしたかってたみたいなのがありますよね、うん、昨日はちょっとでも2アウト2塁1塁行ってもいいんですよね。多分そういう場面、まあそういうことで走れるようになってます。はい、走れるように荒木さんがピッチリ。いや、荒木さんは何もやってないんですけど。やりましたから。僕三好人スチール難しいから、荒木さんお願いしますってもうピッチリやってます。今のところ同じ電車乗ってます。そうですね。いつそこがね。うん、はい。僕ね、2番すごい迷ったんですよ。ショートカリステ。超攻撃的な
打順。だから、サニスエイドだからですよ。サイスニードね。サイスニードね。いつこいつですよ。サイスニードさん。サイスニードさんだからです。うん、まあ、さん僕はもう、村松。そうなんです。迷うんです、ここね。ポジションはセカンドです。僕も2番ね、村松さんか迷ったんですよね。だけど最後にどうかなと思った時にはですね、やっぱりこう、大事な開幕戦。ある程度の経験値の記憶があるところから叩き出すと考えると、カリステに最後行くんじゃないかなっていう。3番行きますか。3番行きましょう。アレクさんから。3番どっちかで迷ってるんですよ、僕。細川。僕はサード高橋周平です、ね。おお。来ましたね。来ましたね。で、ね、今頑張ってますからね。高橋周平ね、手がね、こっちになってちょっとね、こ前側に出てね、体で、ね、うまくターンするようにね、バッティングいい感じだなっていう風に見えてるんで、やっぱ守備も見てて安心感が違うんで、やっぱりディフェンスを考えても高橋選手の期待をしたいですね。昨日ね、大竹さんのチェンジアップをこう石川昂弥選手もホームラン打ってますけども、その後の内容を見る限りちょっとまだね心配な要素が多いって、まあ僕が偉そうなこと言うんですけど、ちょっと心配なんですよね。だから高橋周平で最初行ってみようかなっていう。3番高橋周平ですけど、4番は一緒でしょ。馬は一緒だと思います、うん、およそ。じゃあ行きましょうか。せーの、行きましょう。せーの、宇野勝。そう、いや、マジで宇野勝です。やっぱり宇野さんがやっぱりここで来てくれないと。ショート、はい、白いグローブでね、親指がちょっと短めで。守備うまいですからね。うまいんですよ。守備うまいです。ナイス。ランナーの足考えてね、ちょうど山なりのボールでランナーよりもちょっとだけ早く到達するようにふわーっと投げるんですよ。あれをね、ちっちゃい頃真似してました。真似してやったら怒られてたっす。もっと早く投げろっつって。宇野さん、あの、チープレイで見るやつ、ヘディング、はい、気に入ってないんですよね、あれ。気に入ってないと思います。僕でも嫌ですもん、自分が、ね、ネタにならないんですね、あそこまで行ったとしても。三河さんがコロッケさんにモノマネされてこうグッとまた人気が出たように、野さんもあれで人気がグッと出てるんで、うん、あれをちょっともっと野さんと美味しいと思っていただければ、カバーと思ったら全然美味しいと思ってないっぽいですね。ない、はい、だからそんなこと一回も言ったことないですよ。コーチやられた時も野さんとかって言ったことないです。触れちゃいけない感じ。あ、もうやっぱり中田翔でいきます。話中田翔でしょ。中田翔さん。早めに言ってください、中田翔ね。どうしてもどうしても宇野さんの名前が。そうだ、モッカとか言いそうですもんね、最終的に。え、じゃあ5番は荒木さん。あ、僕ですか、5番。5番は、ディカーソン。ほー、ディカーソン来ます。はい。僕はライト、細川選手。細川。はい。はい、細川さんでもなんか、やっぱ昨日すごいの、あの久しぶり見ましたね、あの、ね、5階席、うん、飛ぶボールなら本当にヤバトン当たってました、当たってますね、上ね、っていうぐらい、うん、あ、今まで過去一飛んでんじゃないですか、細川線の当たりの中でも、ボールが飛ばなくなったって言ってる中、フリーバッティングのセンターのあの青いゾーンのちょっと上の方まで飛んでってました。すごかったですよ、めちゃくちゃフリーバッティング持ってたんです。あれやばいですよ、ちょっとね、パワーアップしてますね。打ち方も良くなったかもしれないですね、はい、また。で、しかもその前のあたりで、ライトのこうライン際にこう落とすあたりなんか、あのインコースをね、はい、無理やり引っ張らずに、あのことできるってなると、率も残るね、感じ。その後の、そう、あ、その前か、ライト前より。そうそうそう。あれが一番あれいい打ち方だったなと思って。守ってても、ああいう打ち方されると困るんですよね。嫌、うん、ですよね。ポジションね、変えなきゃいけないから。うん、去年が打率2割5分ぐらい上がっていきそうな感じ。昨日のライト前の打ち方を2ストライク以降でできるのであれば、もうちょい上がるんじゃないかな。ちょっとクイック対策かもしれないけど、少し足もなんか開いて、はい、動き小さくしてたり。これもしかすると中田翔効果かもしれないですもんね。そういうバッティングで練習するし、うん、2ストライク以降の打ち方が変えてくるし。いいモデルがね、うん、近くにいるから、そういうところで。これ、ヒデさんの方は願望多少入れてません？まあ、願望ありますし、僕は本当はレフトで細川さんを使ってほしいっていうのはありますけど、まあ、おそらくこうだろうなっていうところで考えて、6番ですか、はい、僕が考えた6番はですね、レフト、大島洋平。はい。
やっぱり。なんでかって言いますと、左三好、右カリステ、左高橋、右中田、右細川、うん、左大島って、ここでね、左バッターでレフト的確な選手、しかも外国人コンタクトする、今の状況、一本ヒットがもう一本出て、内容的にもそろそろ、うん、スタメン開幕でいけるところまでちゃんと標準を合わせてきてるな、昨日もちゃんとバント練習やってましたもん一人、うん、怠らないし、で頑張ってほしいなっていう、多分自分の気持ちも入ってます。これね、石川かカリステなんですよ、僕の中で。どっちか決めた方がいいですよね。そうですよ、そらそうですよ、そらそうですよ。今の状態、カリステで。サードカリステ。サードカリステ。センターカリステはなかったですね、キャンプ中ね。ないですね。やっぱセンター、やっぱり外野手はちょっとみんな調子いいですからね。7番、キャッチャー、木下さんでいきます。ちょっとね、打球の飛びがね、守ってるのどうかなと思ったり、打ってどうかなって気になったんで、昨日も木下さん、打球の飛びどうですって、捉えた時飛んできますって、まだ僕、芯に当たってないんで分かんないですって言って、ちゃんとした返しをね、してくれてました、木下さん。7番、辻元、ショート。ほー、新人の開幕は、昨年の福永選手に続いて、はい、あんまいないらしいんですよ。はい、過去、ドラゴンズ。はい、7、8人じゃないですか、これで。ね。そう。少ないんですけど、うん、今の疲れ方とか、見てると、はい、ね、もうこのまま行くんでしょう、仕事。うん。それぐらいの期待を感じますよね。うん、はい。僕はカリステに3人逃げました。はい。はい。山崎さん、8番。8番、木下。8番、セカンド、村松。ある程度もう やれてるなっていう感じしますよね。うん、田中さんも2軍とかに行ってるんですか？いえ、いるんですか？1軍に。1軍にいて、昨日は体調不良ですよね、うん、で昨日たまたまベンチいなかったんですけど、そのまま残ると思います。普通に動けてますよ、うん、何の問題もなく、もう1軍で試合出れる状態で、まあ、ただやっぱり肩の、去年のやっぱり脱臼したのがやっぱり、ね、それをもう一回ぶり返さないようにしないといけないので、まあ、大事を取りながらというところがあると思いますけど、ただ試合最初から出るっていう選手ではあると思うけども、ダイソー要員とかで、ね、足があって走塁も上手だけど、うん、残るかっていうと、あ、ね、そう、今言った肩のことがあるから、ダイソー要員の枠では置かれることはないのかなっていうところでは、最初から試合にちゃんと出るっていうのが彼の大事な条件でしょうね。あの、去年怪我する前の田中さん見てるときはどういう印象っていうか。いや、野球がもう、あの、うまい、あ、もう野球感があるというか、うん、なんかうまいことその場に合わせて自分のプレーをやっていける選手だなと思って見てましたね。ちなみにちょっと今8番まで発表しましたけど、今日辻元さんと村松さん二遊間逆になってるんですけど、セカンド辻元さんでショート村松さんになってます。こんな前でテストとかするもんなんですか？まあ、村松さんショートはなんかちょいちょい投げてる感じ、はい、やってる感じ。辻元さんのセカンドって、沖縄では試合で出てましたよ、セカンドで。なので、まあ、何かあった時の、何かあった時のだったり、まあ、いろんなとこ守れるように、二遊間両方守れるようにっていうところですかね。まあまあまあ、もうほぼほぼ同じようなとこですから。両方やってます。両方やってますけど言う資格はありますけど。いや、そうなんだ。あ、いや、全然、ショートからセカンド、あ、でもセカンドからショートもそうだな、別にそんなに大きな違いはないので、ボール取って投げるだけですから、ただ、ショートをやってる選手っていうのは、前に早くボールを取って、早く投げないといけないっていう感覚があるので、セカンドだったらそこ行かなくても、もう一個待てばいいのになっていうところを、待たずに前に行ってミスするっていうのは、結構ありますね。うん、なので、そこのやっぱ感覚っていうのも出といた方がいいんじゃないですか。投げるのが近いからね。そう、うん、こんな中直前で大変大変だろうなっていうか。あとは僕はもうアマチュアの時ショートは経験あるんですけど、瞬間的に体が反応して、例えばバントの時とかこっち走んなきゃいけないのにこっち走っちゃったりとかっていう、あやべえこっちやったみたいな。そういうことを考えた時に、もしもシーズンでセカンドを守ることがあるんであれば、一回やっとくべきですよね。ね、体が反応しない。そこのやっぱりベースカバー、うん、ベースカバーっていうのはもうセカンドはもうどっちに行っていいかわからないときってやっぱ出てくるので、そこら辺の難しさはショートと違いますね。ね、中堅の入る位置とかもね、うん、そう微妙に違うから難しいですよね。もう一回じゃあやり直します。
も踊れないんですよ。残念ながらこれを本当に。最後は残るはピッチャーなんですけど、それは次回開幕投手と、はい、投手のローテーションを考えたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうしたんですか。でも疲れたんですけど、最初だったのでめちゃくちゃ緊張して、こんな本当にアットホームな感じだと思わなかった。僕も最初そうでしたからね。もう慣れてますと聞いてね。でもさ、マジでやばいですよ。暖かい方が多いのは分かりきますから、僕はわりかしも見込んでおっしゃる。いや、これでも初の中日ファン限定というか、他のファン、一人だけで紛れ込んで、ちょっと追放しましたけど、スパイが本当に、ヤクルトファンのスパイが来てましたけど、気をつけないといけないですね。やっぱ、よかったですね、ちゃんと聞いていただいて、本当に。なんかイベント自体もでも、やりやすかったです。僕もいろいろやってますけど、中日の話をもう徹底的にするっていう、うん。感じがすごく、ドラゴンズが好きな、ね、もう自分ドラゴンズが好きな方にドラゴンズの話だけするって分かりやすくて、いいです。お客さん、なんか反応良かった。反応良かった感じが。本当に。すごいコアな人も多かったですね。多かったね。先発ね、ローテーションって言った時も、開幕投手って言った時も、皆さん詳しい、うん。こちらサイドは言うまでもない。ちょっとびっくりしました。答えを知ってるんで。なのに、結構あった方。すげえウェルカム感があって、また次回もありがたい話が次はあるっす。次はね、トメさん聞きますよ。僕が緊張一番しますもん。トメさん説明ピッとしますよ。私がアテンドしましょう。隣守ってましたから、いつもいつもいつも守ってましたから。いつも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 じゃないです。いつも守ってました。パンと気を使っていたら見るんですよ。そしたらね、あ、取りそうだなっていう時はね、そういう話はそこら辺で終わらせてしましたね。そう、隣で守ってる思い出の話とかもできたらいいですよね。福留さんって結構どうなんですか、セーブされるか。結構攻めお茶目ですよね。お茶目、うん、お茶目って言うセーブはでもしないですよ。ちょっとおどけるというか、おどける、あの辺がこう憎めない可愛いでも悪いものは悪い、うん、もうダメなとこはダメ、芯はね、うん、しっかり言う人ですから。ドラフト1位ですか。そうですね。でもやっぱ見てたの、高校の時ね、同級生、僕もテレビで見てましたね、大学の時。やっぱりスーパースターですからね。すごいなと思って。やっぱいろんなとこ行ってるっていうのは、やっぱり話はやっぱり広がるでしょうしね、うん、僕らも聞きたい話、結構面白い話。いや、ドラゴンズファン限定のやつが多分ちょっと面白かったですね。なんかやっぱ違うんですよ、空気が。あ、そうですか。いつもよりもちょっとギュッとしましたね。アットホームな、なんか、はい、野球さんのイベント別にそんな殺伐はしてないんですけど、はいはい、ちょっとありました、ファミリー感ありましたね。ありましたね、一体感。超ホーム感だったんですか、出てきた時から。だから、やりやすいと思って。そうですよね、うん、緊張はしましたけど、途中から気持ちよく喋っちゃいましたけど、ね、はい、次のこと喋っていいんですか、ね、思ったこと。次の5月に福留さんで、あの4月ビジターで、はい、あの東京で、はい、うちの、はい、宮本さんと。そこが一番緊張しますからね。宮本さんと。お客さん多いっていうよりも、ここの宮本さんにまず緊張しました。そう、そこですよ、まずは。僕のその緊張が、ちょっと取れました。はい、本当です？はい。だから最初も緊張で、神村さんと、ピッチャーね、一緒に出てる神村さんと。最初入り込めずにずっと黙ってましたもん。もうおっさんの喋ってる間もう口を開いちゃダメだと。そこの緊張取れると、おい、だいぶちょっと慣れたなって言ってもらってから、あ、喋れるようになりました。まあそこで信也さんがどういう風に喋ってるかっていうのを見て、はい、そこの空気を見ながら。宮本先輩すごいっすよ。どんどんね、多分ね、すごい、本当に結構お寺行った分だけね、本当に超えてちゃんと返してきますもんね。答えてくださるから好きなこと言えばいいなと思いました。あとでも本当に漏れないです。本当に漏れてないですもんね。はい、ここのやつは多分今日のやつも漏れないと思うさ、漏れてたらちょっといい、あの連絡取る。はい。いや、楽しかったですね。楽しかったですよ。本当楽しかった。あっという間に時間過ぎちゃったんで。だってすぐ2時間経つ。そうですよ。いや、本当に2時間弱ですよ。1時間50分ぐらいやってました。もうちょい喋りたいとこあったの。まあ確かにもうちょっとね、脱線して深掘りしたいとこありましたけど。今回のやつも反省を踏まえてまたね、次回ね、どうなってるかっていうのをお越しいただいて、もう今回すぐ売り切れちゃったところがあったので、はい、今度はちょっと声も大きくなって、いろんな方にご覧いただけたらなと思いますので、楽しみにします。いや、本当です。楽しみにします。ありがとうございました。